おはようございます吉田さん、まあ挑戦はね特別なことではなくてその挑戦の中には小さな自分の人生に影響を及ぼさないような小さな挑戦もあったりするんですけども自分の人生とか周りの人の人生に大きく関わるような挑戦もあると思いますまああのあんまり美化するつもりはないんですけどもマージャン店をやっていた私がね ネットビジネスに挑戦したっていうのはまあ一つの私の中で人生とそして周りの人の人生を変える大きな挑戦だったかなと思いますよね実際に即歌塾ってものがスタートして私自身も人生変わりましたけども即歌塾の塾生さんも人生が変わったわけなんですよね私はネオヒルズの弟子として人生を変えましたけどもあの私の塾生さんっていうのはネオヒルズとは縁もゆかりもない方なんですよ別に「与沢つばささんとか」 土屋博さんみたいなことは言ってないわけですしあの吉谷拓郎さんとも言ってないわけですよねでもそっか塾の中で教わった、まあ、私のノウハウとされているインターネットビジネスの普遍的にあるね今となっては普遍的にあるノウハウを使って稼いでいくその普遍的なビジネスってのは何かっていうとあの商品作って集客して販売するただこれだけなんですよねこれは誰が教えても同じなんですよ誰がやっても同じなんですよただ教えてる人人がいい加減な人だったり 教わる人がいい加減なことをやってたりとかすると、それはビジネスに結びつかない。つまり、挑戦にはなってないってことなんですよね。挑戦ってのは何かっていうと、あのいくばくかの怪我を覚悟して、ロスを覚悟して、そして新しい一歩を踏み出すということだと思うんですよね。それこそ今までやってきたことを繰り返すのは、挑戦でも何でもなくって、それは反復であったり、反数であったりね、繰り返しなんですよね。まさに繰り返し。でも挑戦っていうのは、全然やったことがない世界に飛び込んでみて、 そししててつつずつ手を伸ばしていくことだとだ思うんですよ。ネットビジネスの世界最初私もマージャン店やりながら全部が未経験ですよただ全部が未経験ってことは何をやっても成長するってことなんですよねでいろいろやり続けた結果挑戦はフェーズを変えていくんですよで私は未だに自己アフィレートやってますけども自己アフィレートはもうすでに挑戦じゃないんですよねもう繰り返しなんですよだから挑戦というと5年前に始めた FX とかね それから暗号通貨みたいな投資とか、大きな意味でのオンラインサロンビジネスとかね、これは新しい投資ですよね。投資っていうか挑戦ですよね。あとはね、熟成さんがオンラインサロンを始めるんだけども、その手法解きをっていうのも、これも新しい挑戦だとも言えます。それから最大の挑戦は、私が今までやったことがなかった、家庭の運営ですよね。これはノンストップですから。しかも日々課題があり、日々解決しないといけない。で、しかも未経験のこともたくさんあるし、未知のこともたくさんある中で、 最善で最速で手を打っていかないといけないというふうに、ね、はっきり言ってビジネスよりも厳しいことをやってるわけなんですよ、うん、でもビジネスを攻略してきた私としてはな家庭のね攻略家族の運営なんかでつまずくわけにはいかないなっていうところもあります逆に言うと家庭っってててものを運営してきた人にとってみた人とみらビジネスはは簡単なはずなずんですよそれこそ不確定要素はあんまりなくて公式で解けるんですからね でも家庭の運営って公式では解けないわけですよ。知識や経験があって、見識があった上に、さらに運にも助けられたりとか、家族という相手の気持ちにも、いろいろとね、手伝ってもらって、やっと成り立つのが、あの家庭の運営だと思いますよね。うん、それからやっぱり、社会情勢にもかなり影響されますよね。可処分所得が減れば、支えるべき家族を支えられなくなってくるとかね、いろんなものを家族に我慢してもらうっていうところも起きると思うんですよ。本当だだったたらこうしたいんだけども 収入がちょっとこんな状況で悪いからみんなこういう風にしてくれみたいな我慢をしないといけないっていうね。そういうところもあると思います。ただビジネスっていうのはあらゆる面で工夫すれば利益になることができるんですよ。例えばね、この1ヶ月でそのロシアがウクライナに侵攻してしばらく FX の市場っていうのは不透明だったんですけども、でも結局ね、あの何戦闘状態が日常になるとそれはそれでテクニカルは生き,生きていくんですよ。というのがね、 戦争が起きちゃったっていうのはイレギュラーなんですけども日々戦争してるとそれがレギュラーになるんですよね。うん、ということで人生はその戦争とこう比べてあれですけどね挑戦の連続であるんですよ。で挑戦ってのは当たり前なんですよ。で未知のことに足を踏み入れるのが挑戦だとしたら日々それが当たり前なんですよね。だから挑戦って何もねあの素晴らしいことをしてるわけでもすごいことをやってるわけでもなくって生きてる上でイコール挑戦なんですよね。うん というのがね、今日も一日始まりますけども、今日一日なんて世界中の誰も経験したことがないわけですよ。で、こういう挑戦もあるんですよね。その新しい一日に対して、昨日までのことを繰り返す。これはちょっと挑戦の質を落とすんですよ。今日はまだ人類が経験したこともない一日が始まるわけだから、だから自分も経験したことがないようなことをやるチャンスなんですよね、これはね。だから挑戦とチャンス、機会っていうのは、実は表裏一体で、えー、一心同体と言ってもいいです。でも、 新しい機会が訪れたのにそこに挑戦を持ち込まないとすればそれは機会損失に変わるんではないかなというふうに思いますねえ今回挑戦というテーマでお送りしましたけどもまさに挑むって書きますよね挑むっていうのは自分が叶いそうもない人に対して経験もしたことがない人に対して恐れを持って勇気を持ってことをなすということだと思いますだからもしね昨日と同じことをやれば一日過ぎるわと思っているようでしたらそれは挑戦には当たらないかなと思いますつまり人生の在天大在前提たるね大前提たる 挑戦をしなければ、今日一日は棒に振ることになるんじゃないかなとうう思いますけどもね。いかがでしょうかね、うん。ちなみに、ちなみに、ちなみに、特に何もないか。うん昨日、髪を染めてきました。<laughs> 真っ黒でしょいや。髪の毛はね、肺毛が薄くなってるなっていうのは私は全然ないですね。高校の時はこれよく一線。 高校の頃は反り入れてたんですけども最近は反り入れてないんですけどもでもなんかこうなんとなくね、うん、この髪の毛を上げたくなりますねやっぱりね気合い入れるときはこんな感じでどうもドンテルミアライです今日は朝鮮戦争語っていこうかと思います朝鮮戦争を知ることで戦争の闇が見えてきます